問題2問題2ではまず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から一番いいものを一つ選んでください。 1一番男の人と女の人が話しています。お見舞いに何を持って行きますか土曜日、田中さんのお見舞いに行きませんかそうですね。行きましょう。お花でも持って行きますか花ですか 果物かお菓子の方がいいんじゃないですかでも、病気だから食べちゃいけないものもありますよ。飲み物ならいいかもしれないけど。そうですか。じゃあ、本はずっと寝ていると暇だろうし、田中さん、本が好きだから。花は普通すぎると思います。そうですか普通が一番いいと思いますけど。でも。 好きなものがあるならそのほうがいいですねお見舞いに何を持っていきますか2番 会社で男の人と女の人が話しています。男の人の書いたものはどうしてダメだと言われましたか。あの、書きましたけど、これでいいですか。うーん、ちょっと読みにくいわね。 すみません。昔から字が汚くてまあそれは仕方がないけどこれじゃダメよ青いペンじゃなくて黒いペンで書かなきゃ早く書き直してね時間がないから男の人の書いたものはどうしてダメだと言われましたか 3番男の人と女の人が話しています。男の人はあさって何をしますかあさってフランスから友達が来るんです。じゃあ空港まで迎えに行くんですね。いえ、友達は、 3年前にも僕のうちに来ていて道はわかるから迎えに来なくてもいいって言うんですあらでも山田さん去年引っ越したんじゃないですかあ、そうでしたじゃあやっぱり行かなきゃすぐにメールしよう男の人はあさって何をしますか 4番、男の人と女の人が話しています。本は誰のものですかこの本、面白いですよ。読みましたかあ、それ私も持ってますよ。言ってくれれば貸してあげたのに、買うと高かったでしょう。 ああこれは山田さんに借りたんですよ。山田さんは誕生日に中村さんにもらったそうです本は誰のものですか 五番、お寺で男の人が説明しています。何をしてはいけませんか今からお寺の中に入ります。入り口で靴を脱いで、スリッパを履いてください。靴は入り口に置かないで、自分で持って歩いてください。 中で写真を撮ってもいいですがお寺にあるものに触ってはいけません外に出るときにはスリッパを元の場所に戻してください何をしてはいけませんか 六番女の人と男の人が話しています女の人は給料を何に使いますか女の人です明日は会社に入って初めての給料日楽しみですね僕は何かおいしいものを食べに行こうと思ってるんですけど ひとさんは何か買うんですかいろいろ買いたいけど、それは来月のお給料をもらってから。じゃあ、旅行に行くとかいいえ、初めてのお給料だから、両親に何か買ってあげようと思ってるんです。そうか、それはいいですね。女の人は給料を 何に使いますか7番会社で女の人と男の人が話しています男の人はどうして 昼ごはんを食べに行きませんか大川さんみんなと一緒に昼ごはんを食べに行きませんかごめん僕はちょっとお弁当を持ってきたんですかそうじゃなくて一時からの会議の準備がまだできてないんだ大変そうですね 手伝いましょうかありがとう。でもいいよ。昼ごはんは会議が終わってから食べるよ。そうですか。じゃあ、行ってきます。男の人はどうして昼ごはんを食べに行きませんか